エリリンチャンネル。皆さんこんにちは。愛の妖精エリリンがお送りするエリリンチャンネル、エリリンフィーム。まずはご出産おめでとうございます。ありがとうございます。私ここに顔をさらしていいんだろうか。もっか今人生で最悪に美容面ではやばい出産直後の私です。出産どうでしたか？出産は臨月ぐらいまですごい順調だったんですよ。別に体調も安定してたし、体は重いけど特にね困ったことなかったんですけど、ある日突然ですね血圧がガン上がってきて、それって妊娠高血圧っていう妊娠に伴う合併症なんですけれども、検診に行ったらあれ今日血圧高いねって言われてたんですよね。あんまり上がるようだったらやっぱり緊急で出産しなくちゃいけないから、こう自分でね家で測って、あんまり上がりすぎてきたら連絡してくださいって言われたんだけど、その日家に帰ったらもうガンガン上がり始めてきて、まあ深夜一応ここまで上がったらっていうところまで上がっちゃったんで、病院にこうやって連絡したらすぐ来てくださいって言われて、しかもすぐ行った後私安静にして様子見ましょうねって言われるかなと思ったんですけど、私の担当医の先生がむちゃくちゃなんていうか竹を割ったような性格で、もう年なんだから下がらないわよみたいなこと言われて、そのまま緊急帝王切開電話して3時間後には子供が生まれてました。大変でしたよね。なんていうの、年とかババアっていうのをオブラートに隠さない先生って素敵って思った仲良くなれそうじゃないですか。仲良くなれそう、うん、なんかそこでなんか変な励ましはしないっていうね、うん、もう年なんだから今後下がることはないって、うん、そう言われました。はい。肌の違いはどうですか今？うん、今肌とかいうレベルじゃないんだもんね。でも第一子の出産後もやっぱり産前から産後にかけてやっぱりすごいシミとか増えたんでね、それは今も同じでございます。でも肌なんてどうでもいいんですよ。どうするの、このあと15キロ痩せなくちゃいけないんです頑張ります。今日はですね、まあ、産後第1回ということで、うん、実際に先生のインスタグラムで募集した産後美容についての質問に回答して産後美容についての質問に回答回答やばいね今日もう一回いきます。久しぶりだからよ。産後のお母さんってマミーブレインっていう状態で頭がぼーっとしちゃったりするんだけど、あれ産んだ？産んでない。あ、そう。実際に上原先生のインスタグラムで募集した産後美容についての質問に回答をしてもらおうと思います。気になる方は最後までご視聴ください。今回も、まあ、たくさんご質問いただいたんですが、うん、まあ、その中でも同じ系統の質問が多かったものをピックしています。うん、じゃあ早速いきたいと思います。1つ目、母乳育児ボトックス禁忌ですか？先生だったらどうしますか？これはザワンとか髪くりにおいては実はもうルール上ですね、授乳中の患者さんに対しての治療は申し訳ないんですけれどもお断りするっていうことになっています。だから実際には授乳中の方が治療を受けたいんですと希望されてきてもクリニックとしてはお断りしている現状なので、私の個人的な医学的な意見を聞いていただければと思っているんですけれども、ボトックスに関してはですね、添付文書上は授乳中の方は禁忌ということになっています。つまり使わないでくださいということなんですね。ただし授乳中の方でも授乳している方だったらご存知かもしれないんですけれども、そのおっぱいをそのまま全部赤ちゃんにあげるんではなくて、一時的に搾乳といって、まあ、絞り出してそれはあげないで、まあ、捨ててしまうっていうようなこともできるんですよね。ですので搾乳してしまえば私は問題ないと思っています。ボトックス打った場合なんですけれども、相当な量を打たなければ全身に回るっていうことは基本的にないんですね。基本的には打ったらそこの局所の部分にとどまっているだけで、体の中に広まる量っていうのはごくごくわずかです。かつ広まったとしてもその時のものを搾乳してしまえば、例えば1日搾乳すれば翌日にはもうボトックスが血中に出てくるということはないと思っているので、私は心配な方は搾乳をすれば打っても問題ないのではないかと思っているんですけれども、クリニックでは授乳中の方に対してボトックスを注入するっていうことは行っていません。参考にしていただければと思います。産後1年経っても授乳中はレーザーとは打っていけないのでしょうか？
このねレーザーに関しては本当授乳に対しての影響はないと思っています。ここに当てたからって何かが影響しておっぱいの成分が変わることはないと思っていますので、授乳中のレーザーっていうのは特に問題はないのではないかなと思っています。出産して出現してきた肝斑のようなシミのようなものは消えますか？産後のシミは増えましたか？これに関してはですよ、妊娠中にシミと肝斑は増えるんですけれども、それを放置して薄くなるっていう、妊娠ができるまで薄くなるかっていうと多分ならないんですよね。というのは妊娠中にガーって増えた女性ホルモンっていうのは確かに産後落ち着いてはくるんですけれども、落ち着いたとてシミが消えるまでは多分いかない、維持になっちゃうんじゃないのかなと思います。だから私の場合は第一子を出産した後は結局シミは美容医療で消しました。今増えましたか？増えた。でも増えたんだけど第一子の時より増えなかったんですよ。で、多分もしかしたらいろいろ頑張って消していたことによってメラノサイトの働きとかが弱くなってたのかもしれないんですけど、第一子を産んだ時26ぐらいかな、その時はすっごい増えたんだけど、今回は増えがあんまりで、第一子と第二子の時の違いは、第一子の時は全然私美容医療やってませんでした。今はもう長年やってた美容医療の何かの蓄積があったのかもぐらいの感じかな。授乳中にできるいいケアありますか？レチノール使えない、ボトックスできない、辛いです。ボトックスやレチノールの再開時期を知りたいです。正直私レチノールは産後すぐもう復活してます。レチノール体の外側に塗るスキンケアっていうのは、これも私の個人的な意見なんですけれども、体内にまで影響を及ぼす量は本当にわずかだと思っています。おそらく体内に入って授乳しているおっぱいに影響を及ぼすとしたら、レチノールって、ビタミン A なんですけど、そもそも食べ物からもビタミン A というのを摂取していたりするので、体の中にビタミン A が全くないということはないと思っているので、スキンケアで入ってくるレチノールっていうのは相殺されるレベルじゃないのかなと思います。ボトックスに関しては、ちょっとね、搾乳をするとかっていうのを考える必要があるんじゃないのかなと思うんですけれども、私自身はですね、産後自分の判断でですけれども、そういった搾乳とかを併用しながらボトックスはしようかなと思っています。ただ皆さんの場合はね、自分でやりたいと言ってもやってくれるクリニックがなければできないと思いますので、ちょっと私とは状況が違うんじゃないのかなと思います。妊娠中はですよ、私ね、やってたのはほぼほぼメインはもう保湿でした。で、妊娠中はビタミン C とかも私ね、あんまり使ってなかったのね。理由としては、実際使ってみたらすごい赤くなっちゃって、やっぱり妊娠中肌が敏感になってるんだなというのを実感して、刺激があるスキンケアはほぼほぼ止めていたので、メインでやってたのは日焼け止めと保湿がメインではありました。授乳中でもできる美容施術、やめた方がいい施術はありますか？授乳中でも問題ない範囲の美容、気になります。授乳中は美容施術がそもそもあんまり意味がないかなと思っています。やっぱり頑張ったとてホルモンバランスの変化によってやっぱり勝てないっていうのもあるし、妊娠中になんか不安になりながらやるよりは産後にバシッて決めちゃった方が効果が高いと思うので、妊娠中にやったとてコスパが悪いんじゃないのかなと私は思っているので、妊娠中はもう赤ちゃんを育てることに専念して、産後一気に総攻撃を仕掛けようというのでいいんじゃないのかなと思っています。授乳中はね、結構私は個人的には搾乳とかをすればレーザーとかは全然問題ない、ボトックスとかでも別に問題ないでしょうと思っています。点滴とか薬剤を飲むものね、これは皆さん考えるところがあると思うんですけど、薬剤に関してはですね、授乳中に飲んでも大丈夫な薬剤というのが実はですね発表されているんですね。そこには一応ですね、授乳中でもトラネキサム酸は内服して大丈夫とは書いてるんですよね。ただこれを美容目的に使うことに対しての是非っていうのはまた別にあると思うんですよね。つまり授乳中であってもトラネキサム酸は内服しても大丈夫、ただその前提というのはトラネキサム酸を病気の人が治療目的で内服するのは大丈夫と言っているわけで、じゃあ病気でもない方が美容目的に使用するとなった時の、そこは例えば倫理的な問題とかですよね、そこはまた考えるべきことなのかもしれないので、皆さんそれは自分自身
の倫理とか道徳とか良心とかそういうのと照らし合わせて使う使わないというのは考えた方がいいのではないかなと思っております。お腹の伸びて緩んだ皮膚をどうにかする施術はありますか？いや、ほんとよ。まあ、まずね、あの私の場合は伸びたものをどうにかの前に痩せろっつう話なんですけど、まあ、痩せた後に縮める必要があるかもしれない。で、縮める治療はあります。例えば海外で盛んに行われているのはエンブレイス RF の顔じゃなくてボディ版ボディタイトっていうのがあって、それで皮膚を縮めていくっていうのは結構ね、海外では盛んに行われています。なので治療としてはありますっていうことが回答になりますね。赤ちゃんや小学生のうちに浴びた紫外線は大人になっても影響しますか？子どもの UV ケアは必要ですか？はい、もちろん影響いたします。紫外線のダメージっていうのはもう全人生を通した蓄積になっていくので、子どもの頃日焼けをしても、子どもの頃っていうのは冬を越えて春になると日焼けをして黒くなった皮膚というのは白色に戻るので、なんとなく日焼けがリセットされているように感じてしまうんですけれども、紫外線の影響というのは体の中に蓄積していますので、皆さん子どもの頃から紫外線は防御した方がいいと思います。授乳後のしぼんだ垂れ乳に悩みます、授乳期間が短いおは甘味の人は垂れないんでしょうか？確かに授乳中って何が起こるかっていうと、胸におっぱいが溜まるわけですよね。それからおっぱいをあげていると乳腺っていうのも大きくなっています。これが何度も毎日おっぱいが溜まる、そしておっぱいを出すっていうね、伸び縮みをしているので、やっぱりね垂れやすいんですよね。で、授乳をしない方、お母さんのおっぱいから育ててない方のことを甘味、完全ミルクっていう風な意味で甘味って言ったりするんですけれども、甘味の人の場合はおっぱいを出さなくなった時点でこのおっぱいが溜まる、そして乳腺が伸び縮みする、この現象は起こらなくなるので、おっぱいが垂れるということは確かに起こりにくくなります。ただまあそのね、おっぱいが垂れなくなるのがいいのか、自分の母乳を与えたいのかっていうのはまたその人の価値観によるところじゃないんでしょうか。産後おすすめなスキンケア、取り入れた方がいい美容成分は何ですか？いや、私はレチノールから始めたよ。ボロッボロだったからターンオーバーを戻して張りを出そうっていうところから始めました。グラナクティブレチノイド。がしかし私はびっくりしたのは、私長年ビタミン A を使っていたから、グラナクティブレチノイドの 10% を使ってももう全然乳液塗ってるみたいな感じで何の反応もしなかったんですが、グラナクティブ 10% はやっぱりビタミン A でした。産後塗ったらポロッポロにむけた。しばらくね、妊娠中はビタミン A をスキンケアには使っていなかったので、産後はすっごいむけましたね。びっくりした。レチノプロテクションどうですか？レチノプロテクションはね、さすがにあんまり反応してないですね。でももう私も産後1ヶ月ぐらいグラナクティブレチノイド 10% をガーって毎日使ってたら特に反応しなくなりましたね。レチノールなどの刺激の強い商品を使うと赤ちゃんの肌が自分の顔に触れた時に刺激になるのではと気になります。恥ずかしながら朝洗顔する暇もない時が多いです。実際私が今育児をしていて思うのは、赤ちゃんにはどうやら影響してないらしい。子供で実験するなよって話ですけど確かに、ただ私そんなにそこはもともと神経質になってなくて、まあ、確かに赤ちゃんに自分の顔に塗ったものが映る可能性はあるんですけれども、私の生活を見てて赤ちゃんの育児をする中でそんなに一日中例えば頬ずりをしたりっていうことはしていないので、顔から直接赤ちゃんの顔体に映るってことはあんまりないし、あとは自分の顔を手で触ったとて育児をしてると手洗いの回数むちゃくちゃ多いんですよね。手を洗うっていうだけじゃなくて、一日中例えば哺乳瓶を洗ったりとか洗濯物を扱ったりとかしてるので、手を何度も洗ってるような状態になるので、顔についているスキンケアの成分がずっと手についているっていうことはそんなにないようだと思って大丈夫じゃないかと私の中では判断して、育児をしながらグラナクティブレチノイドを使っていたんですけれども、今のところレチノイドを使った時の症状っていうのはないんですね。この質問でも結構多かったです。皆さんすごい真面目なんだなと思った。すごいおおらかに育児してるから、なんか自分の塗って
ったものが手を通して赤ちゃんに移るとかそこまで深く考えてなかったけど皆さんすごいなと思いましたね。産後の影響は年齢によって違うと思いますが特に何がひどいですか？美容面で言えばシミがすごく気になってるでしょ。あとはちょっとこれは試していかないと分かんないけど体重落ちんのっていうところですよ。不安要素。不安要素よ。どうする15キロっていう。15キロ、確かに15キロってすごいな。そうなの。1度目の妊娠出産は案外すんなり落ちちゃったから苦労してないんだけど今回どうかは今絶賛産後なんでどうする。落ちなかったら定着しちゃったらどうします。早めにね、うん、もうなんかやや定着しかけてる気がするの。早めにね、うん、はい、頑張ります。40歳妊婦、美容医療をするなら当然ですが母乳を止めてミルクですよね。先生はどう切り替えしましたか？いや、まあ、私の場合は混合なんですよね。だから必要に応じて搾乳をして母乳をあげないでミルクをあげる。でこのミルクをあげてる期間にやるんだったら理論的に子供に何か移行することはないだろうというような感じで混合でやっています。はい、じゃあ最後です。抜け毛や白髪はどうしていますか？白髪は染めた。抜け毛はアホ毛が結構あるんですよね、うん、まあこの辺はでも生え揃ってくるまでしょうがないと思うのでヘアサロンに行って整えてもらうっていうような感じですね。私の場合毛が多いからさ抜けたとしてもハゲてるっていう感じにはならないんですけどやっぱアホ毛みたいなのいっぱいあるよね、うん、やっぱり抜け毛とか白髪とか増えるんですか？まず抜け毛に関しては出産を通してどうやら毛周期が揃ってしまうらしいんですよね。だから一斉に例えば旧式とか対抗期とか旧式の毛が増えちゃうので同じ時期にバッて抜けてしまうっていうことがどうやら起こるらしいですね。それはでも時間が経つと、そう時間が経つとその毛周期がまた元通りこうそれぞれバラバラな時期になるので、まあ、抜けるペースとかいうのは元通りに戻ってくると思っていいんじゃないでしょうか。白髪はやたら増えましたよ。染めたてですもんね。染めたて今大丈夫。染めればなんとかなる。 YouTube では初めてかと思うんですけれども、まあ、産後美容について医学的にとかクリニックルールっていうよりは、まあ、私はこう考えてますということを解説してみました。これを皆さんに押し付けるつもりはなくて一個人の意見として聞いていただけたらいいかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。